ブラックスター。ブラックスター。あれさ、HT1RH。新しい PC。かっこいいですね。いやいやいや。そういうパワースイッチいいですね、こうカチッと。あ、いいですよね、あるんですよ実際、本体ケースを改造する、PC ケースモッド、ほうほう MOD っていう、はい、ところでは比較的よく使われてます、はい、でこれは実はそのギターのアンプなんだけど、こういうのをベースにして、はい、こうまあ元にして、PC を作るっていう人もたくさんいます。あ、そうですか、うん、かっこいいですね。かっこいいですよ。で、ボリュームだとかを全部ファンコントローラーにしたりとか。いやいや、さっき届いたんで。ああ、そうです、ね。嬉しくて。全然関係ない。それは別に。全く関係ないです。はい。ってことは、はい、こう左右の。左右の。誰がどう見ても。AMD と。おインテルと。早いですね。ロツコア。あ、ね、この前なんかやろうと言ったけど、いつになるかわからないって、したら、早うやれ、早うやれと言われたんですよ。言われたので、やります！はい。ね、ロッコアじゃねえんじゃないのとかっていうですね、疑い深い人のために。いくつあるんですかね。これがですね、数えられないくらいありますね。数えられないくらいありますよ。これ数えられないとちょっとやばいと思いますけど。そうですか。ロッコアで、はい、ハイパースレッディングなので12スレッド、はい、あ、こいつこいつですね、はい、CPU クーラーだとかも純正を使いました、こちらの方のスペックはですね、Core i7-970、はい、6コアで、ちょっとお買い得になって出てきたんで、はい、で特にお父さんのようにですね、ムービー編集いいですよね、うん、そうそう、お手頃価格で、うん、マルチコアに対応しているアプリを使っている人には非常にいいと、ぜひ、はい、3.2GB ベースで、12MB のキャッシュ、LGA1366 対応で、はい、TDP は、怒涛の 130W と、ちょっと今の節電省電力ブームにはちょっと合わないかなっていう感じがしますけどね、はい、まあ、メインじゃなくて、まあ、サブで、まあ、サブでね、はい、普段は、必要な時が電源を切ると、はい、いうパターンで、というのでですね、やってみました。で一応ですね、Windows 7さんのですね、長いんだよね、エクスペリエンスインデックスっていうね。長いですよね、長いですよね。略してほしいですよね。エクイン。エクイン。エクインを見てみましょう。はい。プロセッサーがそれでも 7.7。3.2GB の6コアで 7.7 ですよ。で、ちょっとたまたま手元にあったんで、インテルの 160GB の、SSD を使ったんですけど、はい、プライマリーハードディスク、それでも 7.4 ですからね。なるほど、グラフィックスの方はたまたまでやっぱり手元にあったですね、N480GTX、はい、というのをですね入れました、これももう新しいの出てますからね、こちらの方でですね、とりあえず出たのが 7.7 という世界ですね。なんかサクサクで入れてましたね。そうそう、こっちはね、こっちはねメモリーはこれいくつ乗ってるんで、これ今ですね、6ギガ、トリプルチャンネル。ああ、なるほど。1366なんですよ、結局。あ、今ほら、1156とか1155じゃないですか。はい、LGA の、はい。ところが、はい、6コアはやっぱり1366なんですね。そうするとですね、おのずとどうなってくるかというとですね、はい、DX58S02 かな、SO2 かな、これ。で、こちら。あ、こちら。何から行こうか。あ、まず CPU だね、とりあえずね。あ、高さが違いますね。ん？高さが。ね、ほら、箱自体がさ、結構、はい、ほら、この差があるので。この大きさを表してますよね。うん、はい、まあ、こっちの方はね、この CPU クーラーが入ってるんで、はい、しょうがないっちゃしょうがないですけど、はい、はい。で、これはですね、前にですね、6コアを AMD さんがいち早く出した時ですね、喜びさんで、はい、買ったですね、AMD のフェノム、フェノム2、はい、X6 プロセッサー、はいはい、3.2GB 同じですね、で、6コアですね、はい、9MB、トータルで 9MB のキャッシュが載ってますよと。で、ソケット AM3はい、対応と、うん、こっちの方はですね、ハイパースレッディングというわけではないので、はい、あ、なるほど、はい、6個おろしと6個と、はい、はい、
なるほど。で、こちらの方の、エクスペリエンスエクイン、エクインは言いづらい言いづらいし覚えづらいですね、プロセッサーの方は 7.5 ですね。ほんだそんなにこれの数値は同じというか遜色ないですもんね。そうですね。であとグラフィックスの方はですね、やはりですね ATI 様、AMD ということで、はい、ATI ですね、R5870 ライトニング。なるほど、うん、ライトニングシリーズ結構好きなんですよ私、デュアルファンでね。でどっちにしたらいいか分かんないよ、ね、高橋君どっちしたらいいんだ、って言ったらですね両方買えって、両方買って2台並べて別に入れっていう。なるほど、どうしますか。ちょっと AMD のはそのメモリ同じ。メモリはですね、やはり2ギガなんですけど、はい、2ギガの、モジュールを使ってるんですけど、2ギガ2枚で4ギガで、デュアルチャンネル、あ、デュアルだ、ええ、これ安く作れるじゃないですかね、随分んきっと。あ、 AMD はあの、ね、コストパフォーマンスはね、いいですね、うん、抜群ですね。あ、 CPU の実はその、対決とかなんとかって難しいんですよね。ですよね、うん、グラフィックだと派手なそのベンチマークだとか、あるんであれだけど、はい、でもちょっとなんかやんないとこれじゃ引っ込みつかないよね。スーパーパイでも走らせてみる。お、じゃあとりあえずスーパーパイまず行きましょうか。兵の方の方ほっ、まあ、行きましたね。あ、行きましたね、はい、これで五冠弾なんでしたっけ。五冠弾はでもあれですね、意外と早く早い、あ、ね、あれ早いな、なんか違いますね。あ、早いな、随分なん、インテルの方が早かったです ね、 やっぱりね。あ、AMD も終わってですね、はい、AMD の方が19秒、インテルの方12秒。お、ちょっとこれもう一回ちょっと別のもやってみますね。あ、はい、もうちょっともう一つ上のやつを209万桁いいですか。お、まあまあまあ、あ、終わったんですか。あ、終わりましたね。早いですね。早いですね。27秒、インテル、こっちも終わりましたね。あ、はい、あ、47秒ですわ。47、あ、結構差がつきましたね。じゃあですね、これだけじゃちょっと分かりづれーべという話でですね、シネベンチという、シネベンチ、これもですね、言っとこうと。あ、 CPU ですね。あ、はい、はい、おー、 CPU、じゃあとりあえずこれも走らっちゃいますよ。あ、はいはい、はい、これね、意外とね、CPU をね、結構ね、あれするんですよ。使う。使う。うーん、ただ、まあ、ビデオの機能だとかっていうのも、はい、若干、ちょっと関わってくると思うんで、総合的には多分なると思うんですけどね。おぉ、おぉ、差がつきますね、やっぱりね。うん、パフォーマンス狙いだとインテルになるのかな、そうすると、正直な話。だって、多分これ12個でしょ、出てる枠。なるほど。うん、こっち6個ですよね、枠ね。なるほど。あ、もうこれかなり差が出ますね、なんか秒が、ね、うん、もう割ってますね、こっちね、はい、あっさりと。へ、8.49 ですね、こっちの値は。うーん、お、もうまだ。ただ値段の違いがありますからね。はい、うん、はい、こっちがですね、5.70。ああ、5.70、うん、うん、はい。だから、やっぱり差はつきましたね。今、いくらだい、ちなみに。はい、1090T ですね。17,147円ですよ、最安。安っ。これでこのパフォーマンスだったら、めちゃくちゃお買い得じゃないですか。ですね。ああ、そう言われても、もうかなりこれ立ってるなと思ったので。そうそうそう。だって前に、なんか6個当てたぞっつって買ったぞっつってウフフって言ったわけだから、はい、じゃあこっちもちょっと、今の値段ちょっと言っときましょうか。来た、49,200円。お、これが最安になってますね。はい、5万弱、はい、5万弱こっちが1万7000。お、めちゃくちゃ違うじゃないですか、コストパフォーマンス的に。これすごいですよ、うん、最近ね、AMD アンチじゃねえかっていう、あ、言われちゃって、AMD 好きだよ、愛してるよ。いや、これいいですよ。いいですか、うん、非常にいいっすわ。はい、うん、だから、6個は欲しいけど、やっぱりちょっと予算的にきついなって思う人はもう、はい、かけ6ですよ。こなれています。今日はパーツパラダイスっぽいっすね。っぽいですよね。いろんなパーツが。
動いてるし、うん、今までの中で一番その金額的にも豪華なんじゃないですか、この画面上に現れてる。結構豪華ですよね、画面上に現れてる。ビデオカードも一世代前だけど、はい、ハイエンドだし、2つも掛け2で、掛け2で、SSD も混じってるし、混じってるし、何気に何気に豪華、豪華ですよね。でもとりあえず早く終わらせてくれるとですね、はい、私 は新しいアンプが試せるので、アンプが、でブラックスターのアンプもあり、うん、隠れてますか。いやいやいや、なんだよ、自慢したいのに。かっこいいですね。かっこいいですよ、